恋人って関係は微妙ですね。は？さっき目の前を通った男女が話してたんです。男の人が同じ部屋に泊まったってことは彼氏なんだよって言うと、女の人がどうして同じ部屋に泊まったら彼氏になるのって、ケイシ様はどこからが恋人だと思います？アリシアはどう思ってるんだ？よくわからないです。私は付き合ってください、はい、で恋人になるのが一番いいと思ってるんで。ケイシ様は？そうだな、まあ本人が恋人だと思えばそうなんじゃないか。それだと不安じゃないですか？恋人だと思ってるのは自分だけじゃないかって。そうかもな。私ははっきりした方がいいです。アリシア。はい。夜になったらまたここで会ってくれないか？いいですけど。じゃあまた夜に。悪い、俺から言ったのに待たしちまったな。いえ、私が早く来すぎたんです。ところでどうして夜にもう一度会おうと？それはアリシア、そのはっきりした方がいいって言ったよな。恋人の関係のことですね。ああ、だからはっきり言っておきたいんだ。俺と付き合ってほしい。剣士様。ごめんなさい。なんで？
なんで断ったか教えてくれないか。剣士様は、私を好きじゃないから。何言ってんだよ。俺が好きだって言ってるのに。本当に私ですか？私が月の女神さんに似てるから、その思いを重ねていませんか？何も言わないのは図星だからですよね。待って、待ってくれよ。私、もうダメです。好きな人の姿を重ねられるのが辛い。好きな人が違う人に思いを寄せている姿を、もうこれ以上見ていられない。さよなら。